という方が間違いですよと、こういうふうに。この辺もね、親鸞聖人のお手紙の上にね、ここにちょうどこの問題が出てますけどね、これがね、やっぱりよくあること、よくあるんです。信心喜ぶを認めたとかね、信心をいただきましたとかね、こうそんなことがね、自分で言えるはずがない。一面ではね、結局、信心がね、あくまでこの世に生きとる限りは煩悩不足とこう言うとるからね、その煩悩不足の身なんだから、とてもそんなことは言えないと。だから煩悩不足の身なんだから、とてもそんなことは言えないし、でもね、煩悩不足の身のままで、現象、症状受でありね、煩悩、信心いただいた、喜ぶ身となったならばね、命ある限りは煩悩不足である。このことは変わらんけどね。しかし、煩悩不足の身のままで、すでに仏になることの定まった身にならしてもらうんやからね。煩悩不足の身の身でありながら、如来と等しいとも言えるし、また弥勒に同じとも、それは言えるんだ。これはあくまでも言うことになります。この辺もね、非常にこの大事なところであり、まあ、現代もね、なんかここね、現代の心あたりが、ちょっとこう、はっきりしないというようなことであろうと思います。まあまあ、大体、4時までと、4時までが、4時までで、あとは質疑ということになってますから、一応、本日はここまでにしておきます。